ポンちゃん、ポンちゃんおはよう。なんかだんだん寒くなってきたね。パパの帯状疱疹もむずがゆい、痛かゆい感じです。薬が効くのが日曜日ぐらいになりそうなので、まだちょっと我慢しなきゃいけないね。ということです。じゃんけんおはよう。起き抜けにトイレですか。あなたは膀胱炎、パパは、帯状疱疹、そしてそんだけかな。もう早くいろんなものも治った状態に戻りたいね。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、じゃんけん、じゃあ何しに来たんや。じゃんくん、ポンちゃ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 ん、ちゃんが来た。消えた。